おはようございます。相変わらずこの町工場のおっさんは、あれ、カメラ向きがおかしいですね。こんな感じか。まあいいですね。町工場のおっさんは、なんと今日も、あ、今、セミナーなるものを行い、まあ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 、今日はですね、なんとですね、この、手前勝手で手前味噌な、まあ、どうでもいいようなセミナーをですね、なんと今日でですね、ご存知かな、私が若い頃、過去何十年も前ですけど、パンクロックバンドにですね、ダムドっていうのがいたんですよ。ダムド、今もいるのかな、よくわかんないですけど、いや、確かイギリスだったと思うんですけど、ダムドというパンクのロックバンドがいてですね、そのバンドが歌ってた歌の題名にですね、222っていうのがあったんですよ。222って数字の2じゃないんですよ。ニーツなんですよ、ニーツ。必要とするニーツ。これが3つ並んで、222という歌を歌ってたんですね。で、今回は、このバイオマスセミナー、今回で222回目。つまり、日本語で言えば、222回であるということを言えるわけですね。やはり日本人に生まれてよかったですね。222回目です、今日は。それでは早速いきますね。2回目。今日はですね、太陽を熱発電。太陽光じゃないですよ。光じゃなくてですね。太陽熱発電。引っ張りましたね。なんとね。できるだけ引っ張ってみました。太陽熱発電を今日お話ししたいと思います。昨日、グリーン熱長所について、グリーン長所について、説明申し上げたんですけど、この熱、まあ、位置エネルギーの中でですね、最も利活用されるのは何かというとですね、発電なんですね。発電が最も多いです。位置エネルギーで何があるかというと、ご存知の通り、化石燃料、太陽光、あるいは新エネルギー、再生可能エネルギーがあるわけですね。その中でもやはり、この使い用途で最も多いのは発電なんですね。で、この新エネルギー、再生可能エネルギーを今後使わなくちゃいけない。それは化石燃料の枯渇、なくなるわけですね。化石燃料なくなる。を考えると、やはり新しいエネルギー、新エネルギーと言われる、あるいは再生可能エネルギーと言われるものを使わなくては、この人間生活は、豊かな人間生活は送れないわけですね。そのために、この化石燃料を枯渇すると言われてるんですが、新たなる化石燃料をまた探し出しですね。全世界は探し出し、次なるエネルギーを探し出し、資源争奪と言われてますけど、全世界的な資源争奪、を行いながら、このエネルギー確保に、を続けてるわけですね。特に日本国は自給率が4%、まあ、原子力含めるとまた別なんですけど、4%しかないわけですね。で、その中でも発電というのを考えるとですね、人間生活を豊かに送る意味ではですね、この発電というのは必要不可欠であり、特に発展途上国と言われる国、あるいは新興国という国がですね、今後豊かになるにつれて、この発電用途というのはより一層大きくなるということは、必然的に考えられるのが、やはり燃料の確保になるわけですね。燃料の確保。この燃料というのを考えるとですね、何も新エネルギーを使えばいいじゃないかということになっていくんですが、やはり問題なのが、コストですね。コスト。コストです。コスト、流通。まあ、流通もありますね。固形物はなかなか流通がしにくい分野もあるということ。今まで人間生活で慣れているこのガソリン、あるいはですね、灯油、あるいは重油、いろんなものがありますけど、この使うためのコスト、その燃料を確保するためのコストを考えると、今のところはこれに勝るものはないのが現実であって、例えばですね、木材チップと木材ペレットっていうのがあるんですけど、最近は石油高騰の意味合いがあってですね、すでに石油の方が高いんですよ。実際言うとですね、燃料費が高いんですよ。燃料費が高い。だから木質ペレット、あるいはですね、まあ、RPF というのもあるんですけど、そちらを使った方が燃料費が安いんですね、実のところね。安いんですよ。もうすでに安いんですよ。ただ、設備費がかかる。
ということがあるんですね。これはイニシャルコストになるんですけど、それとランニングを考えるとですね、もうすでに石油、あれその高騰によってですよ、高騰によって、その石油系のものを使うよりは、実際のところはもう燃料費はそれ以上に安いものが新エネルギーと言われる分野でもあるというのが実際でございますよ。でそれに伴って CO2 の排出というのがポイントになるんですけど、地球温暖化、環境に優しいということを考えていくと、やはり化石燃料は使えない方向で考えるのが一番ではないかと、なんか取り留めない話になってきましたけど、それで太陽光というのは皆さんご存知ですね。よくね、太陽光パネルを屋根の上に、自分の家の上のパネルを上に屋根の上に置いてですね、発電して、それを今最近は売ることもできるわけですね。固定買取制度、太陽光の固定買取制度というのがあってですね、なんだピンというのは、まあいいや、そういうことなんですね。それで今日はですね、太陽光ではなくてですね、なんと太陽熱についてご説明申し上げます。うわ、もう6分も経った。そういうことですね、太陽熱。それで太陽熱なんですね。なぜ太陽熱かというと、日本はあまり注目されてはないんですよ。全世界に注目されているかというと、まあ、一部の地域じゃないでしょうか。ただこういうものもあるよということを今日はお話し申し上げたいと思います。太陽光ですね。太陽熱ですよ。あ、太陽光、ごめんなさい、太陽熱と太陽光間違えるの、太陽光じゃないですよ、太陽熱ですね。太陽熱、あくまでも太陽熱、熱で、太陽光を太陽炉で集光し、熱源として利用し発電する。太陽光の熱を利用するんですね。太陽光の熱を集めて、それを実はその太陽熱自体が燃料として発電をするということなんですね。でも太陽光と発電と比べる、太陽光発電と比較すると、導入費用が安価、これは導入費用が安価というのは、ある一定の、ある場所に集中的にその太陽熱発電の設備を置いて、それで、実際はタービンを回して発電するので、そういうことであるとですね、太陽光以上にですね、導入費用が安価であるということが言えるわけですね。それと蓄熱により24時間発電が可能。蓄熱により24時間発電が可能。これは太陽光でもその電気を貯めておけばですね、それは使いようとあるんですが、この太陽熱の場合は蓄熱っていうのができますので、その熱を貯めておけばですね、常時24時間発電が可能ですよということですね。それと最も大きいのが燃料を用いないんですね。燃料そのものが太陽熱ですから、太陽の、じゃんじゃか浴びるこの太陽の熱、日本じゃなくて全世界的地球に対してですね、恩恵を与えているこの太陽の熱、これを有効活用すればですね、燃料がいない、要するに原子力もいらなければ化石燃料もいらないと、この素晴らしいのが燃料を持ちない、当然燃料費はいりませんよと。というと CO2 排出ない、再生可能エネルギーですからね、これは CO2 は全く排出しません。化石燃料を使えません。原子力は使えません。それで CO2 を排出ない。もちろん再生可能エネルギーと。こういうことは言われるわけですね。言えるわけですね。太陽熱。いいですね。それで簡単に言うと、太陽熱で水を蒸発してですね、水を蒸発させて、蒸気タービンを回転させて発電するわけですね。これは、要するに、石炭火力、あるいは火力発電、石油火力、いろいろ発電ありますけど、あれと一緒ですね。水を蒸発させて蒸気タービンを回して発電。この燃料があくまでも太陽熱ですよと。太陽熱が燃料であるということで、太陽熱発電という素晴らしいものがあるわけですね。これは今素晴らしい点を申し上げたんですが、さあこの太陽熱ですけど、特徴といいますか、太陽熱そのものは何者だということになっているんですが、最初に申し上げた通り、先ほど申し上げた通り、発電に燃料はいらないんですね。それで温室効果ガス、CO2 発生がない、もちろんそうですね。それとランニングコストが安価っていうのは当然そうですよね。太陽熱を利用してタービンを回すわけですから、燃料はいらないわけですから、そうするとランニングコストが安価、それで有害ガスが発生しない。もう燃料を燃やせない、化石燃料を燃やせないわけですから、有害ガスは発生しません、全くですね。それと、この大きなところが燃料費の高騰の影響がない。燃料を使わないわけですね。化石燃料を使わないわけですね。今
今はですね、アラブの方は大変ですよね。中東の方はですね、いろいろと騒ぎが起きてます。独裁が多かったこの中東地域の国の事情をですね、根本的に覆すようなデモが最近は頻繁に起きてて、チュニジア、そしてエジプトはとうとうバラクさんは、旅立つわけなんですけど、そういうことで、他にもですね、影響を与え、アラブ地域全体、中東地域全体的にですね、このデモが、独裁政治を打破しようとするデモが起きているわけですね。それに伴って何が起きるかというと、中東地域はですね、やはり石油が眠っているわけですね。化石燃料の筆頭である石油が眠っている。この筆頭を眠っているこの石油が、この動乱によってですね、この石油価格にまで影響するというのがあるわけですよ。それが影響がないのがこの太陽熱ということなんですね。で、具体的に見ていくとですね、タワー式とラフ式というのがあるんですね。それは中規模ぐらい程度であればですね、建設費が安価と言われています。安い。ただですね、大型タワー式のこうであればですね、大型になると導入コストがちょっとかかるよということ。それと場所に制限が出てくる。それはどういうことかというと、日照時間が長い、広大な安い土地が必要だと。やはり土地が必要。大型でないと発電の意味はないんじゃないかということになっていきます。当然ながらですね、一箇所に集中させて、この太陽熱で発電させる場合は、日照時間が太陽光がギンギラ光る、ギンギラ熱を与えてくれる日照時間が長くて、そして広大な安い土地が必要だと。そうすると得意だって言いますか、有利な国っていうのが出てくるわけですね。アメリカ、オーストラリア、中国、サウジアラビア、こういった国はですね、乾燥した未利用の広大な土地があると。アメリカ、オーストラリア、中国、サウジアラビアというあるわけですから、そういうところは有利だ。ところが日本は一時失敗したんですが、日本もですね、やるんですよ。30年ぶり、去年ですね、東京工業大学山梨県に実験設備を作るぞと計画を発表したんですね。さあ、どうなるんでしょうか。ただ、新聞、昔と言いますか、ごく1年ぐらい前に、オーストラリアで、どっかの日本のメーカーさんがですね、この太陽冷発で、参入したというふうな記事も載ってますけど、太陽光に隠れながらもですね、この太陽熱発電というのがあるというのがですね、皆さんご存知でしょうか。ご存知なのに説明したというのが今回の内容でございます。太陽光発電があれば、太陽熱を利用することも有効活用であり、これこそは燃料がない。燃料がいらないわけですね。化石燃料、原子力もいりません。そうするとですね、太陽熱だけでタービンを発電できるわけですから、再生可能エネルギーの筆頭とも言えるわけですね。ただ、ポイントは、日照時間、安い土地が必要なんですね。そうすると乾燥した土地がある、乾燥するわけですね。当然日照時間が長くて、広大な安い土地って言ったら、やはり砂漠等のような土地になっていくわけですね。そうすると、そういったもの、土地を持っているところが有利になっていく。この太陽熱発電ですね。さあ、今後、太陽光と並び、この太陽熱を利用した発電は今後どうなるんでしょうか、ということで今日は終わりたいと思います。次回はですね、ちょっと詳しく太陽熱をもう一回振り返って、ちょっと詳しく見てみましょうか。で、今日はこれで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。さよなら。